火山になる、山にで暮らしてる鳥とか動物とか、本当に火山が噴火する時とかって、その後火山が噴火する1日前とか2日3日前ぐらいにその山から出ていくんだってね。そういうのとか聞いたことないの？いや、テレパシーって言葉があんのによ。ねえわけねえよな。テレパシーが。テレパシーとかわけわかんないこと言ってるみたいな。文句言うときは言うけどよ、みたいな。ブラックスマザーマスでごわす。なあ、美咲優太。なあ。だけど、なんかね、証拠みたいに、課長の皆さんっていうね、皇族の、人が、ね、証明してくれて、くれてんのに、ね、謝罪とかねえのかって、お前らも、大関たちも。ないの？お前ら。申し訳ないっていうのは。ねえ。お前らもそういうふうに思っただろ？あ、朝倉未来、美咲優太、なあ、ウリタ、こういうふうに俺たちがこういうふうに美咲優太をね、青白王子を呼んで一緒に出ることで、ね、同調圧力で、俺たち配信行くし、みたいな。で、小山慶吾ムカつくんだよ、みたいな。で、何、あわやくば、社会生活の中で、誰かが小山慶吾を襲わねえかな、みたいな。お前ら思ってただろ？なあ。よろつくんだよ、な。なあ。